我が娘、そして人としての営みを捧げてきたそなたに、それを自ら望むことでそなたを心と記憶を捧げるだと。コレット、僕らを忘れ、コレットはここで人としての死を。どういうことだよ先生。ごめんなさいロイド。コレットに世界を再生すれば、それと引き換えに死ぬことが。それは少し違う。巫女の心は死に、体、コレットは自らの体を差し出すことで、これこそが世界再生、マーテル様の復活が世界の再生。そんな。レミエル様、シルバラントには隣り合うテセアラという世界。そなたが知るべき。ことさらに隠すのは本当だ。そのような話、クルシスでも両方の世界。巫女がそれを望むなら、天使となって我らクルシスに力を貸すと。巫女の力でマーテル様が目覚めれば、二つの世界は巫女の望むように。え、本当か。なぜ自分がここに来たのか巫女は分かっておろう。お前が犠牲、家族も友達も俺も。僕だってコレットが変わってしまうのは嫌だ。シルバラントのみんなも苦しんでるんだよ。それは巫女一人が犠牲になれば世界を。それともお前は世界より巫女の心だけが救われた方がいいというのか。さあコレット、レミエル、本当に他の方法はないのか。あんただって本当はこれ娘だと。わらわ、お前たち劣悪種が守護天使として降臨した私を勝手に父親呼ばわりしたのだろう。私はマーテル様の器として選ばれたこの生贄の娘にクルシスの奇跡を。コレット、ロイド、大丈夫だよ。何度かレミエル様に会ううちに。でもどうしてだろう。コレット、私の声聞こえるの。間違えないって誓ったのに。俺、ありがとうロイド。私ロイドがいたから、この世界を守りたい。ロイドがいたから、私16年にだから。コレット、もう時間。これで私が四大天使の空位に収まるのだ。待ちな、コレットをどうするつもりだ。天に導くつもりなのだ。貴様、見せねえ。何が苦しい、コレットをか。そうはいかぬ。長い時間をかけてようやく完成した。貴様たちにはもう用はない。お前たちにもう用はない。消え去るがいい。裁きを保存。手を引くわよ。水人の前は風熱さん。ブレンド、はっ、はっ、はっ、手を引く。ほら、はっ、手を引く。はっ、決まれ。アリアボール。はっ、ナース。はっ、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 はっ。ハハハハハ。
力が。